那覇市選挙管理委員会によりますとあさって投開票される那覇市議会議員補欠選挙の入場券は今月3日に発送されていて選挙券のない20人にも誤って発送したということです20人はいずれも那覇市外に転出してすぐ那覇市に再転入していて役所のデータ上では3ヶ月以上市内に住所があることという有権者の条件は満たしていなかったものの 市外に転出していた期間が短かったため選挙人名簿上では氏名が残った状態でしたこのように選挙権がないにもかかわらず例外的に作成される入場券は選管スタッフが手作業で抜き取り処分をしますが今回はスタッフ間の引き継ぎができておらず作業が行われなかったということです選挙管理委員会は誤って送付した人に対し 謝罪文と報告文を送付したということです。